過料品過料品とは、雅楽の演目で、林友八楽の一つ。作法学に属する同時の四人舞で、番舞は古調。演目名は、極楽浄土に住むという人面取り身で美声を持つ、霊長過料瓶画に由来している。中国から渡来した曲目で、元林友長であったが、後には一越町で舞うようになったらしい。還元の遊びにも用いられたが、名前の由来からもわかるように、 仏教行事の部学として多くそうされた。神社では、巫女が舞う場合も多い。構成としては、古くは、女派、級を完備していたが、現在では、女は廃絶し、部学は級のみとなっており、また還元として、派、級がある。一越町の場合はそのまま、課料品派、課料品級と呼ぶが、還元向けに早朝、王式町に返局されたものがあり、 これらの渡私者は鳥という曲名で呼ぶこともあり、その場合は鳥派、鳥級と呼ぶ。鳥級は早朝、王式町にあるが、鳥派は早朝のみである。平らぎぬしろじの袴の上に赤系統の地色に小鳥を散らした尻蝶の舎の方を着て、手には銅拍子を持つ。足には足友の形をした鳥足というすねあてをつけて糸靴を履き、背と胸に牛革は、 または重ね張りした和紙に五分を引きくれないや六章で、羽を描いた翼と胸当てをつける。頭にと金した唐草模様の包冠をつけて二本の桜の枝を挟み、図画資料では、紙は下の輪のみの水らに言うことが多い。化粧は、地ごと同様の白塗りの厚化粧が原則となるが、しない場合や薄化粧の場合もある。この衣装をつけさせた同時に、 宴会の際の船を焦がせることなども行われていたらしい。ありがとうございます。